敵がね、全然空が飛べなくなるだけで十分うざいので、あ、よし、F に巻きましょう。F に巻いたぞ。と、赤戦車が2台もいるのか。すごいな。ちょっとここはちょっと危険だな。ちょっと危険ですね。ちょっとかなり危険なので、こそこそやります。こそこそと。この戦車を攻撃しましょうか。ちょっと1対1でタンクと戦うのはあまりよろしくないんですけど、相手がまともなプレイヤーだったらね。危ない。おお、すげえ撃たれてる。来るな。あー、ダメだ。サプレッションされてる。いやー、きついね。 F ではいたけど。わあ、すごいいっぱいいるね。もう3人も4人もいる。あんまりね、コンクエストはね、敵がいっぱいいるところに湧くのは、ただまだ湧いちゃう。湧いて、さっきの戦車をまだまだ痛めつけてやるぞ。ちょっとこれだったらね、RPG で湧いてもよかったかもね。よしよしよし。修理兵をやりましたと。よし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 。逃がさねえぞ。よし、やったー。これ自分も死んだーやったぜ。よしよし、いいぞいいぞ。味方がまだね、上にいたんで、味方で湧いちゃいましょう。よし、いい味方だ、いい味方だ。こういうのができるのがね、バトルフィールドの楽しさですー。これはまずい、これはまずい、これはまずい、これはまずいよ味方の上の味方もやられちゃったのかな、今ので。味方、上の味方もやられちゃったっぽいね。ああ、まだ生きてる。あ、死んじゃったか。よしよし。お、偵察エリがあります。私の偵察エリ、ちょっとすぐ落ちると定評があるんですが、やっていきましょうか。ちょちょ待ち、ちょ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 、本当にすぐ落ちる、本当にすぐ落ちる。実況的にこれはまずい、実況的にこれはまずい、実況的にまずいあー、オーマイガー。ちょっと普通に歩兵でやろうかな。C ぐらいに湧いて、味方の前線がね、こうあるんで、その支援をしていきましょう。敵の戦車が来てます。撃ちましょう。よしよしよし、いいぞ。危ない危ない。お、突っ込んでくんのか。危ねえ。わあ、味方が来た。敵の味方って意味わかんないけど、まあ40ぐらいダメージ与えればいいかな。ちょっと半分ぐらいね、公平は削れれば十分かなと思います。一人でね、ちょっとワンオンワンで戦車を破壊するのは、もうよっぽど相手があれな感じじゃないとね、ちょっと厳しいので。お、チャーリーに敵の結構チャーリーに敵が来てるな。これは歩兵が来てますね、いっぱい。これはちょっと、これはまずい。これ爆発処分した方がいいな、これむしろ。よしよしよし。ちょっとこれかなりすぐ落とされる可能性が高いけど、ちょっと逃げましょう。ちょっと逃げました。敵のね、偵察ヘリの位置がわからないから、敵のアンチエ、あそこにいるのか。ちょっと厳しいな。ちょっと厳しいっすね。タンクがあそこか。おっとおっとおっと、敵のこれ、あー、ダメだ。狙われまくってるな。ちょっとあれをなんとかしよう。あいつをなんとかする。やっぱりね、アンチエアはね、もう空にとっては脅威の存在なので、やるか。ちょっとやっちゃいましょう。 C4 特攻、 BF のお家芸の C4 特攻しちゃいましょうか。あそこだな。よしよし、線路沿いに行って爆破すればいいんだね。オッケー。線路沿いに行って、作戦はね、線路沿いにダーッと走っていって、敵のところにたどり着いて爆破する作戦だ。絶対成功させるぞ。結構ね3クォーターとあいつがちょっとうまいアンチ扱いだと思われるやつを倒せばちょっとガッコンガッコンいってんな。この先にいるはずだけど、あ、これか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 、違った。まあ、やったけどあなたはやれない。戦車はやったけどこいつはやれなかった。目標ちょっと誤ったね。まあ、やったけどもう一回行きます。ちょっとやつは脅威だ。もう一本行きます。もう一本 C4 と起こしていく。今度こそ見誤らないように。ただね、もうね、やつもね、一回 C4 特攻があって、多分おそらく警戒してることだと思うんで、ちょっと慎重に行きます、今度は。結構大胆に行けたんだけど、もう一回ね、同じ、ただコースはね、同じ。おっと、危ない、あれ、すごい。場所をやっぱ変えないとね。ちょ、待って、乗ると危ないぞ。よし、あれだな。よし、無理ー。ダメだ、やめましょう。無理でした。味方の戦車に期待して諦めましょう。うん、お、いいのがあるじゃない。絶対許さねえぞ。おい、差し違えてでもあのアンチエアを潰す私が。ちょっと待ってよ、これで歩兵戦闘車両で行ってもね、おそらく潰せるんで、よし、あそこだな。やつを潰さざるを得まいもん。あ、撃っちゃったこいつ。あんまりね、途中で撃っちゃうとね、マップに表示されちゃうんで、わざと撃たずに行こうかと思ったんですが、2番席の人が残念ながら撃ってしまったので、バレてしまってます、この場所が。まあね、敵が撃つと反射的に撃っちゃうのは仕方ないですね。だぜ、おい、お前を殺しに来たんだよ。ちょっと待って、相手が焚いてるから。待ちやがれ。カーチェイスか、カーチェイスならタンクチェイスか。もう終わりだお前は。よーし、潰したぜ、ざまみろ。よし、撤退しよう。敵地の奥深くに入り込みすぎてる。あ、やばい、これはまずい。これはまずい。まあ差し違えたってことでいいだろう。これはもうまずい、逃げ。よし、あー、死んだ。まあちょっと許されるはずもなく死んじゃったね。まあでもいいだろう、敵のアンチエアを潰したし。さて、アンチエアを潰したところで、ちょっと B 側の拠点が、この辺が危なそうな。おっと、あ、突然のままだった。やったけど。いいな、あとどこにいるんだろう。突然おふざけ装備だけど、お、C4 つけれんじゃないか、これ。C4 つけちゃう？ん？あ、一発防がれた。うん、大丈夫みたいだね。お？あー、敵だったのか。味方かと思った。残念。さて、じゃあちょっと後編に戻してやっていきましょう。B に巻いちゃいます。お、敵の真後ろに負けたんじゃないのか。これはいっぱいいるぞ。あ、やりきれない。おっと、まだいるな。なんかすごい陸のところにいっぱいいるね。うわ、これはやりきれないわ。突撃兵じゃないと無理だね。